さあ、人が誰も歩いていない大津通りを北上しております。車は結構ガンガン走っとる。さっきのポルシェもぶっ飛ばしとるでね。跳ねられたらひとたまりもないな。パルコ、間を抜けております。南館と北館、本館間を抜けながら今東に向かっております。辰巳旗店、エムテックパーキング。エムテック安いよね。さらに東に向かっております。だんだん日が高くなってきたから暑くなってまいりました。ちょっと東向きになると今度はね、日が出てるんでちょっと逆光気味になっております。申し訳ございません。なんか大きな荷物運んどらせてる。宅急便センターに荷物を入れとるの大変そうだな。さあ、さらに東に向かっております。栄5丁目19番地。ここ何商店街っつった、忘れちゃったけど商店街でしょ。もともとあまり商店ないけど、そういえばね、この前チェーンをやっとチェーンとブレーキパッドをやっと買いましてっていう話をどっかの動画でしたかもしれんけど、やっと買いました。4800キロぐらい走ったんで、ちょっとブレーキパッド的にはどうよと思っておったんですよ。案の定そうでした。もうすっからかん、ほぼ使い切り、地金が出とったって言われて、確かに見た感じそんな風だったぜ。早い行かないかなと思ってね、全然買いに行けんかった。ディスクブレーキだからもう自分で買うのめんどくせえしと思って、もうねお願いしましたけど、まあまあいいお金取られました。まあまあいいお金取られたって言うと、この方もご覧になっとると思うんで、あんまり言えんけど。さあ、さらに東に向かっております。東新町の南側あたりを走行中。まあこの何回も何回も走ってるね。言うなれば本当ね、ほぼ大体走ったね。少なくともこの自転車だけで4800キロ走っとるし、4800キロって結構でしょどれかかった1年半ぐらいか。まあまあ乗っとるよね。4800キロ、週末ごとで100キロ走ってねえか。そう計算すると週末ごと100キロ走っとったら5200キロいっとるなかんね。1年半だったらもっとだな。だから週末ごと100キロ走ってねえな。まあ、最近は割と走ることが多いですけどね。まあ、走らん当然週もあるし、雨降っとったら走らんし、ど寒いど暑いは結構走ってますね。もうあんまり関係ない。ど暑くてもあんまり暑くなくてもまあ一緒です。汗かくし暑い。ど暑くてももう走れる体の体勢ができちゃって、全然35度でもいけると思う。35度は走るもんじゃねえってね、誰かも言ってましたけど、個人的には別にもう天気良ければよし行くぞ。だこっから見えますかね。お、なんかすごい鉄骨立っとるんだ、あの奥。それ以前にバローがもう解体されようとしております。足場組まれて、先般動画にしました。取材したのはもうずいぶん前だけど、解体中です。結構前だもんね。でもこれ閉店したのもね、なかなかやっぱ解体まではすぐはいかんな。そういうもんか。さあ、千種のイオンの西側走行中。そう、ディスクブレーキなのでブレーキパッド前後交換してもらいまして、チェーンも交換しました。チェーンはまだちょっと早いかなと思ったけど、まあいいやと思って。三光電子って書いてある。フォーブスなんだ。フィットネスジム24時間営業、月7000円。ジム7000円か。プールがあるといいけどな。私プール行くの好きだね。プールは維持費がかかるでね、なかなかやってるとこないけど。ちょうど千種のイオンの北側あたり、中央線をこうやってくぐります。久々なこの辺り抜けるのは。レトロがあるといいけれど、あるかないか。さあ、旅館料亭渡辺の前を通過。この辺りちょっとレトロストリート、昭和感あふれております。あ、そう、ね、話が飛び飛びになってますけど、いつもながらブレーキパッドを変えまして、まあブレーキパッドを変えたらどこ、びっくりした、なんかセミがなんか突っ込んできた。ブレーキパッドを変えてあんまり別に何が変わったってのはあんまりないですけど、チェーン変えたらねすごい軽くなったね。漕ぎ味がやっぱり抵抗多いんだろうな、緩んでくると。そう思いましたね。さあ、森金物店レトロ。まあまあ車通ってるな。さすがにもうね8近くなってまいりましたんで、まあまあ車通っております。信号は全然変わらん。この辺もレトロあったとこだよね。そこってまあなくなってもらうと分からんね。ましてや建て替えられると何があったんだかさっぱり思い出せません。見慣れた景色でもこんなもんだからね。ちなみにめっちゃ深く掘っとるよ。これぐらい掘るんだやっぱ基礎は。あ、2メーターぐらい掘っとる感じだな。すごいな。何が建つ、マンションか。マンションだわな。だからこう核家族が進むと、まあ小さいお家、戸建て、マンション、ワンルーム売れるでしょうね。まあそういう意味では時代に即して皆さん商売なさっとるなという感じです。さあ、今今池2丁目です。なんとなく適当にね、路地が割と入り組んでる。5番の目じゃないのでこの辺りは適当に抜けております。そういう意味では昔ながらの区画だよね。まあ道はそんな狭くないけど別に。
さらに東に向けております。今池中学校4丁目今池界隈を適当に流しております。だんだん暑くなってきました。今日は湿気が多いんでね、ちょっと重たい空気を身にまといながら風の中を突き入っております。この辺りはレトロがないな。パッと見た感じ非常に少ない。あっさ作り、ちょっと高級なあっさ作りだ。二段構えの玄関門両方に屋根がある。大須7番街のアーケードが見えてきました。どこで渡るよ。大須じゃないわ、今池7番街。今大須って言わなかった私。谷将軍コーヒー喫茶ひふみの建屋がレトロでいいね。ミスタードーナツ新しい感じだ。ウェルビー通りのアーチ、さあウェルビー通りのアーチをくぐってさらに東に向けて走ります。ウェルビー見えた。この先見えました。右側はね、名古屋外語ホテルブライダル専門学校だ。大塩屋の一本南ぐらいかを切り乗る。ウェルビーありますよ。キャバレー花園、花園もありますよ。ご利用なさった方多いんじゃないでしょうか。秋竹の城って人おったね。それ亡くなってまったけど、なんか芸能テレビに出とる人たちって実感ないじゃないですか。会ったことないもんで、亡くなったとしても実感ないし、本当にいるのかいないのかって言われると実感ないよね。本当は見たことないから、会ったことないし、ほぼ芸能人で会ったことある人なんて、あ、本当にね、1メーターぐらい一緒に商談したことあるのはひろみさん。ひろみさんね、商談したことあります。目の前の1メーターぐらいのところにおったけど、というか机挟んで真向かい、机挟んで真向かいに座ってらして、東京のとあるところでね、商談をしたことがあり、カービーダンスのね、先生もお会いしたことあります。カービーダンスの先生もなんちたあの人、なんとかさ、一躍時の人になったよね。でも干されたかなんかしないけど、最近みんなすごい細い、ガリガリとは言わんけど、さすがにそういうダンスしとるね、体を鍛えとるだけあってびっくりしました。あえて裏の裏、狭い道を走行しております。日が照ってきてだいぶ暑くなってまいりました。右手を見るとね、意外と、あ、昔のこれ路地だよなっていうのが残っていたりします。さあ、レトロなビジネスホテル見えてまいりました。ビジネス旅館か、あそこは。ここね、ありますよ、センターです。ビジネス、いや、旅館でもなかった、ビジネスミニスいう意見した。適当だな、いつもながら。私の動画もね、ほんとね、こんなあっさい動画でしょ。この先見てくれる人おるんかしらんっていう思いますよ、本当に。私のつまらん話とね、うじゃうじゃなんか独り言言ってるような、そんな動画でございまして、専門性もないし特殊性もないし、やっていけるんかしらんと思いながらも、このチャンネルについてはこのスタイルを変えるつもりはない。別にやるなら別ですけど、これについてはまあ大体こうね、2年半ぐらいやってきたんで、まあこの形に落ち着くなんと。少なくとも私これ動画ついてたもんでね、何度も言いますけど、自転車がメインです。自転車で走りたい、自転車で走り回って名古屋観光するのがメインなので、動画はついでなんです、何度も言うけど。で、せっかく自転車で走り回っとるのに、見たことない景色が目の前を通り過ぎていくから、もったいないから撮っとこうかっていう、そういう話です。全くもって気合が入っとらん適当な動画です。はい。